ロンドンタクシーオースチン FX3948 年から1958年ロンドンタクシーオースチン FX4958 年から1998年ロンドンタクシールキティ TX42007 年から2017年ロンドンタクシーはイギリスロンドンを走っていることに由来する英国のタクシーの名称及び商標である。実際には英国の多くの主要都市で見られる。 旧タイプの車両は黒塗装のものしかなかったため、ブラックキャブが通称となっているが、新型車に変わってから様々な塗装やラッピング広告の車両も存在する。ロンドンタクシーはかつて長年にわたり、イギリス民族資本自動車メーカー最大手のブリティッシュモーターコーポレーションとその後新企業がオースチンブランドで販売していたが、1982年以降は、 実際の生産を担当していたウェストミッドランズ州コベントリーのカーボディーズ社に製造権が移管された。カーボディーズは1984年に経営権移行でロンドンタクシーインターナショナルと解消2010年にはルティの株式を保有していたマンガニーズブロンズが吉都市に社に経営権を移譲するとと,ともにコスト削減のため車体の製造も依頼しイギリス国内では 最終組み立てのみを行うことを決定し、社名もロンドンタクシー社に改称した。そして2017年にはロンドンタクシーの全電気自動車化に向けて工場を設立したのを機に、社名もロンドン EV 社に変更になった。ロンドンオリンピックを開催した2012年からは、ロンドンタクシーの次世代用車両導入に向けて大手自動車メーカー各社が ロンドン交通局に対し、それぞれ提案を行った。日産自動車は、ロンドンタクシー用の日産 NV200 バネットを発表した。前輪駆動の NV200 にロンドンタクシーとして使用できる旋回能力を与えるため、フェンダー拡大と前輪等速ジョイントの特殊設計を用いて、大柄な前輪駆動車では、通常困難な3.8メートルの回転半径を実現していた。 しかし、ロンドンのブラックキャブには、FX4 以来のクラシカルなスタイルイメージが強固に定着しており、通常のミニバンにしか見えない NV200 の外見には、市民から大いに不満が寄せられた。このため日産は、デザイン面でもより、ロンドンタクシーらしく、丸型二等ライトなどのリデザインを実施した新型モデルを発表。車種は、ニューヨークのイエローキャブと同じ NV200 バネットでは、 あるものの、電灯の丸型二灯ライトを採用しているため、フロント周りが大きく異なっている。しかしながら、ロンドン交通局の新基準により、電気自動車として一度の充電で、最低30マイルを走行できる車両であることという要件が追加され、その基準に合わせる場合に、コスト面で折り合いがつかなかったため、日産はロンドンタクシーへの自社車両の導入を断念した。 代わりに次世代タクシーの座を射止めたのは、ロンドン EV 社のレベック TX である。レベック社は、それまで代々ロンドンタクシーを製造してきたルティ社の後継となる会社であり、親会社の吉都市議社が3億2500万ポンドの投資のもと、コベントリー近郊に英国発となる電気自動車専用拠点を建設し、TX もそこで生産されている。TX は、 旧来の黒塗装を引き継いだが、一番の特徴となるのはやはり電気自動車化されたことであり、搭載のリチウムイオン電池を満充電にした状態で、およそ 130km 走ることができる。もちろん有毒な排気ガスは一切排出しない。ロンドンタクシーのタクシードライバーは、通常1日でおよそ 200km ほど走ることから、一見航続距離が不足しているように感じるが、 搭載の発電機と燃料タンクを用いることにより、航続距離は約 600km にまで伸びるので、ドライバーの仕事には十分な仕様となっている。バッテリーは通常使用する 22kW での充電では45分で、容量の60%まで充電することができる。これで1 0 0 k m くらいは走ることができる。また 50kW の急速充電用ソケットも付いているため、 これを用いればより早く充電することが可能である。2017年12月には TX がロンドンタクシー用車両として正式に認可され、2018年1月22日に最初の TX が営業運転を開始した。ルティセイは最終モデルまでフロントエンジンリアドライブの保守的なレイアウトが長く踏襲されてきた。アッパーミドルクラスの比較的大きなボディを持つにも、 かかわらず、ロンドン市街の狭い道や古いホテルの車寄せでも、取り回しが容易なよう最小回転半径が規制され、実際に3.8メートルという驚異的な水準に抑えられている。運転席と客席は、リムジンなどと同様に隔壁で仕切られており、後部座席に3人座れるほか、隔壁に折りたたみ式の座席が2席付いていて、後部座席に対面して座れ、乗客が 最大五人乗れる。屋根の高い車体は山高棒を被ったままでの乗降と着座が可能であり、現行モデルは全高が千八百ミリメートルとミニバン級の高さとなり、車椅子のままでの乗車も可能となっている。車椅子用のスロープを搭載しており、設置は数分で完了するというディーゼルエンジン搭載で、モデル TX1 には旧モデル FX4 から引き継がれた。 日産製2.7リットルが採用されたが、2002年以降の TX1 と TX2 では、ホード製のデュラトルク ZSD424 型 2.4L に置き換えられた。2007年以降の TX4 では、VM も通り製 2.5L となっている。1934年式オースチン12のタクシーモデル。運転席となりの荷物台に加え、当時は、 馬車時代からの伝統で、客席は、ロ屋根になっていた、ハックニー・キャリッジも参照インギリスにおいては、辻馬車から移行する形で20世紀初頭の1901年から、自動車によるタクシー営業が行われるようになり、辻馬車を指す後、ハックニー・キャリッジはそのままタクシーを指す言葉として、転用された。早くから当局による企画が制定され、主要自動車メーカーとコーチビルダーとの協業、 または、特装車専用メーカーによって、タクシー専用車種が生産されるようになっていた。構造は、部分的に馬車の伝統を受け継いで、運転席と客室が分断され、車格に比して、小回りが利く設計を用いるなど、後年に至るまで引き継がれる基本的な仕様が定められた。第二次世界大戦終了直後、イギリスの大手民族資本自動車メーカーのうち、 ナッフィールド・オーガニゼーションが1947年に参加のモーリス・コマーシャルから1.8リットルのナッフィールド・オックスフォードを続いてオースチンが1948年に2.2リットルのオースチン FX3 をそれぞれ戦後型のタクシーモデルとして発表した。両車とも前後輪固定車軸で戦前型の形態を濃厚に残し、通常の自動車であれば助手席となる位置を ドアのない荷物を牙にするなど、英国の法で規定されたタクシーの基本構造を踏襲していた。なお、この当時から、オースチン FX3 のボディ仮装は、ボディ生産メーカーのカーボディーズ社が受託している。ナッフィールドとオースチンが1952年に大合同して、ブリティッシュモーターコーポレーションが成立すると、タクシー用の存続モデルは、オースチン系の FX3 となり、 オックスフォードは1953年に2000台弱で製造終了した。FX3 は1958年までに12000台以上を生産し、ロンドンをはじめとする英国内のタクシー需要における大きなシェアを占めた。FX3 は生産末期にはメーカー生産、またはユーザーのアフターパーツ交換によってディーゼルエンジン搭載も行われるようになり、英国における タクシーのディーゼル化の端緒となったオースチン FX4 は1960から80年代にロンドンタクシー及びハックニー・キャリッジの代名詞的存在となった外見的特徴の一つである空車を表すイルミネーション BMC が1958年に開発した新型タクシーのオースチン FX4 はその後製造メーカーの所属変更 改良を重ねながらも1997年まで40年近くに、わたって累計約7万5000台が生産され、世界的にロンドンタクシーとして知られたモデルである。FX3 までの前後固定車軸、機械式ブレーキ、運転席横のオープンな荷物置き場といった古典設計が配され、前輪独立喧嘩と油圧ブレーキ、幅広な車体に通常の助手席とドアを備えた。 運転台の採用で大いに近代化されたが、補助席を持つ広い客室と、小回りの利く設計という伝統は踏襲された。ボディ仮想は引き続き、カーボディーズ社が担当した。エンジンは、FX3 での実績と英国の商用車におけるディーゼルエンジン普及を背景に、当初から、オースチン製2.2リットルディーゼルエンジンとされ、経済性で有利なことから、以後歴代のほとんどが、 ディーゼルエンジン仕様となった。その後1971年には 2.5L ディーゼルが採用された。また、1982年の FX4R はランドローバー製 2.L。1985年の FX4S は 2.5L を搭載。1989年のフェアウェイシリーズでは日産製 TD27 型を搭載するように、 なっている FX4 の中には、パーキンス、マツダ製の 3.0L ディーゼルに換装されたものがあり、非常にパワフルで信頼性に富んでいるが、アイドリング振動と発生トルクの大きさで、車子に亀裂が入ることがあった。1962年にはオプションで、オースチン製2.2リットルガソリンエンジンが設定されたが、1973年に廃止されている。また FX4 は、 当初からボルグワーナー製自動変速機をオプション搭載できたが当初はマニュアルトランスミッションが主流でロンドンタクシーのほとんどがディーゼルエンジンと自動変速機の組み合わせとなったのは1970年代以降である BMC が企業再編で1966年にブリティッシュモーターホールディングス さらに1968年にブリティッシュレーランドとなっても FX4 シリーズはタクシー業界の固定需要と基本的な完成度、信頼性の高さによって生産が続行され、同社はイギリス全土で標準型タクシーとして広く普及した。この間、1971年には FX4 のシャーシ生産設備もブリティッシュレーランドからカーボディーズに移管され、 ボディとシャーシ双方をカーボディーズが一貫生産するようになった。そして、ブリティッシュレーランドの経営難により、1982年に FX4 の製造権自体もカーボディーズに移り、正確にはこの時点でオースチンの名称が外れている。また1970年代から1980年代にかけ、カーボディーズは FX4 の後継モデルの開発を幾度か試みたが、 この時点では結局とんざした。FX4 の生産は、カーボディーズがマンガニーズブロンズ社の参加に入って、ロンドンタクシーインターナショナルに解消した1984年以降も、続行され、後継の新世代ロンドンタクシーとなる TX1 の発売で1997年に、ようやく世代交代が果たされた。FX4 のロンドンタクシーとしてのイメージが、 あまりに強く定着していたため TX シリーズもデザインモチーフは FX4 風のレトロモダンデザインを採用した FX4 は後期モデル以降断続的に日本に輸入される事例が見られるようになったしかしその用途は結婚式場等でのリムジンや遊園地等のイベント用個人向きなど限定的であり輸入数も少数に止まるのが現状であるこれは もともと本社種はタクシー用車両とはいえ燃料が経由であることや車両価格も高く日本で主流の LPG 燃料の国産のタクシー車両と比較するとタクシー営業にマッチしないためである FX4 は当初藤代商店により輸入されたその後エンジンが日産製となる際に日産の関連会社日産トレーディングの輸入となり 一時は、日産ディーゼルのディーラー網を通じ販売されたことも、あった。その後、三岡自動車により輸入されていたが、ディーゼル車の排ガス規制等を理由に輸入が中止された。2011年からは、岩本モータースの手により三菱製、ガソリンエンジンを搭載した特別モデルである、TX4 が輸入販売されている。現在 FX4 は、観光地のタクシーや、 個人タクシーの車両として人気があるほか、花嫁衣装での乗降のしやすさから、ウェディング送迎用のリムジン特別使用者が、明治神宮、明治記念館などの結婚式場で利用されている。また、社会の高齢化に伴い、車椅子のまま利用できるスロープ付き福祉車両が、個人所有の介護車両や、老人介護施設の送迎用にも採用されている。普通自動車。 第2種免許があれば運転できる日本のタクシーとは異なりの立地試験と呼ばれる世界有数の厳しい試験に合格しなければロンドンタクシーの運転手にはなれない。この試験では運転技術のみならずロンドン市内の地理、道路、施設などをすべて記憶し出発地から目的地などの最短距離を即座に示さなければならない。そのため タクシードライバーになるには3から4年ほどかかる。ありがとうございます。